はい、こちらはチキンナゲットですよ。え、10チキンナゲットって書いてあるんですが、ちょっと見ていきましょうか。あ、下にナゲットがありますね。数えていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。あ、逆に嬉しい。まあ本当に入ってるかは別だけどな。でもね、10チキンって書いてあるのに、パッケージに書いてんの11個ですよね。これマクドナルドでやっちゃうか。それはアウトですね。実際に皆さんも見てみてください。まあこれが前のパッケージなのかもしれませんが、今もなってるかもしれません。はい、こちらはなんだこれ、レタスかな。レタスっぽいやつがあるんですけれども、ちょっと右側に問題があるようなので見ていきましょう。おっと、カリフラワー。あ、カリフラワーも詐欺しちゃったか。これはもうそういうもんじゃねえの。だいたいね、カリフラワーって葉っぱに包まれてそこに実があるんですけれども、これに関しては許してあげましょう。カリフラワーさんがちょっと悲しいですね。あ、こちらはプリングルスですか。いやー、これ良くないね。プリングルスでもそういうこと起きちゃう。左が XXL パッケージということで、でかいということでね。で、右が普通のプリングルスで、それを比較した画像がこちらですね。あ、これ筒が XXL だっただけか。これね、中身が多いとは言ってませんよ。この筒は XXL サイズってだけですからね。これ詐欺ではないね。普通ですよ。中身が多いとは言ってませんので、まあ、買ってしまった人が悪いということでね、それは仕方ないですね。さて、こちらは、ネスレのピュアライフ?水ですね。ミネラルウォーターなんですが、ちょっとね、右がひどいことになってるようなんで見ていきましょう。これはなんかお母さんの顔が、あ、ここから開けただけじゃねえか。びっくりしたわ、これ。でもよくありますもんね、こういうやつってね。この段ボールじゃなくて、ビニールに包まれてるみたいな。それ、やばい風に開けると、こういう風になってしまうので、ちょっとこれは恐怖ですね。見せないでください。こちらは、上のが、日本の写真ですね。グラタンですかね、これ。グラタンみたいな感じなんですけれども、実際のやつはどんな感じなんでしょうか、見ていきましょう。あー、まあ、崩せば大丈夫だと思う。なんとも言えないね、これパッケージ詐欺なのか?たまーに見ますもんね。冷凍のやつとか、なんか、即席麺みたいな。そういうのだとこういう現象起きちゃうんですが、これに関しては、このアボカドみたいなやつとトマトみたいなやつ、これを崩せば上っぽくなるんで許してあげましょう。もういろんなパッケージやばいやつ見すぎて感覚がおかしくなってしまいました。はい、こちらは、チョコレートバーかな?イルジェノベースかな?ちょっとわかんないんですけれども、こういうチョコレートバーがあるんですが、実際の中身がこちらですね。あー、許容範囲。もう感覚おかしくなってきたわ。これがね、結構入ってるようにしか見えないよ。まあちょっとね、30% か 25% ぐらい削られちゃってるんですけれども、許せるね、ここまで来るとね。やっぱりね、このチョコレートと同じパッケージの大きさにしちゃうと、うわ、これちっせえじゃんつって買ってすらもらえませんよね。でもね、まあ実際に開けてみたらそんなの気にしないと思うんで、こういう風に比べられたら一発で終わる、そういうやつですね。はい、こちらは額縁なんですけれども、あれですよ、写真とかを立てられるそういうやつですが、ちょっとね、真ん中がおかしなことになってるようなんで見ていきましょう。猫さんにマイドッグ。あ、ドッグっていうキャットなんだな。あ、もうわかんなくなってきたわ。あれだよ、自分の猫にポチってつけるみたいな、そういうことですよ。これマイドッグって言ってますけども、私のドッグっていう名前の猫ですっていう、そういうことにしておきましょう。もうこれに関してはね、もう訳がわからないですね。なぜそんなことになったんでしょうか。さて、こちらはサッカーのどこでも遊べるおもちゃだね。アウトドア用品なんですけれども、これがパッケージですね。しかし実際に届いたやつはどんな感じなんでしょうか、見ていきましょう。めっちゃ小さい。あ、これ小人やってんのか。何センチかな、このパッケージの人。30センチぐらい?でも大きさはね、一緒っぽいけど、ゴールが小さすぎるな、これ。あれかな?ゴールでかすぎると、狙う技術が向上しねえということで、ゴールを小さくすれば、技術上がるだろっていう。遠回しにプロサッカー選手目指してくださいっていうことを言ってんですか?それならいいですけれども、ちょっとこれはアウトですね。はい、こちらはチョコレートなんですけれども、チョコレートの入れ物がちょっとすごいことになってるということなんで見ていきましょう。これは小さくてなおかつなんかバランスがおかしい。一種の芸術かな、これ。わかるよ、そういうのあるもんね。新時代のデザインですっていう。にしてもちっちゃいな、これ。この裏のね、
チョコレートの入れ物が黒いんですけれども、ここもチョコの部分だったらもう100点だね。それなら許すわ。でもこの小さいチョコを入れてる後ろの茶色いのがプラスチックだったらもうこれは訴訟レベルですね。もう少しチョコの上にチョコ乗せるみたいな、そういうのがないとダメですね。はい、こちらはなんかあれですね、朝食べるフレークみたいな、そういうやつなんですけれども、ちょっとねレーズンがおかしなことになってるようなんで見ていきましょう。お、スプーン1杯分、パッケージはスプーン2個分、多分パッケージのスプーンが小さかったんだと思う。そういうことにしておこう。このね実際に取り出したスプーンは後ろのパッケージの2個分っていうことにしないとね、もうこれは詐欺ですね、明らかにね。まあレーズン好きな人にはショックかもしれませんが、あんまりレーズンって好まれてないと思うんで、フレークだけ食べさせろっていう人が多かったんでしょうかね、ちょっとわかんないです。はい、こちらはほんとバツ印のチョコレートですね。うん、美味しそうですよ。さてね、こちらの美味しそうなチョコレートなんですけれども、ちょっと右下が問題あるということなんで見ていきましょう。あー、なんでそこだけ削った？それ削る意味あったかな？まあ、時々見るけどね。たかが1個って感じかもしれませんが、企業側からしたら100万個9個入りで作っちゃったら赤字なんだよっていう、1個減らすだけでも100万単位で考えたら黒字になることもあるんで、まあこれはね一概にこれを作ったやつが悪とは言えませんが、まあ消費者側からすると食べられるのはこの一袋なので、もう少しこういう風に1個抜かすんじゃなくて容器ごと変えるか、そういう風にしないと騙された感じでもう買いたくないですね。さてこちらはハッピーホリデーって書いてありますね。これはなんかチョコレートのパッケージなんですけれども、ちょっとね問題があるようなんで下見ていきましょう。出てきたのがこちらですね。あ、ゲーセンの景品だ。悪いよこういうやつ。左の方にもね、この隙間何なのみたいな感じのマークも書いてあってね、ありますよね、過剰包装というか、まあ、過剰包装の罪にも問われるんですが、パッケージ詐欺が多いですね。この横の部分なんだよって感じですよ。これが本当にゲーセンの景品だったら、まあ、配置のしやすさとかも考えてこういうことになんなきゃいけないんでしょうけど、ちょっとこれはダメですね。さてこちらは iPad 的なやつですね。 iPad ではないんですが、そういうタブレットのちょっとね中身がやばいことになってるということなんで見ていきましょう。あれですよ、ここにはカメラがだいたい3つついてますね。で本体はこんな感じです。はい、訴訟。これはアウトだわ。上の1つは本物だけど下の2つ何これ、ただの飾りですね。あたかもねそこにカメラがあって、いろんな方向からカメラで撮ってますっていう風に見せかけんのか。ひどいねそれは。しかもこのカメラもねなんかすごい画質悪そうですもんね。これ何のタブレットかわかりませんが、これはアウトですよ。パッケージ詐欺どころではないね。普通にやばいです。はい、こちらは、あ、美味しそうだね。チョコレートが中に入ってるパンみたいな、クッキーみたいな、ちょっとわからないんですが、こちらがパッケージですね。しかし実際に開けたやつはどんな感じなんでしょうか、見ていきましょう。多分それ通り過ぎたやつだ。わかるよ、一番濃い部分通り過ぎたもんね。これに関してはたまーにパンとかであるんですけれども、うわ具がないとか食べちゃったみたいな、それと同じなんで、これに関しては許してあげましょう。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。